どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあやっていきましょう。次の対戦相手はね、夏の甲子園大会2回戦、広島南高校、前評判が明らかに格上ですね。頑張ってやっていきたいと思います。まあ強豪だらけなんでね、もちろんそういうのは分かっております。頑張っていきましょう。握力強化、うい、そして、パワーアップ。まあそれだけだよね。あ、内川が関東の街道、いいじゃん。神奈川の街道に関東の街道が今いますからね。はい、川野、金本、中山、どうしようかな。一番信頼度の高い、川野にしましょう。うん。信頼度の高いやつを優先していきたいと思います。あ、練馬ちょっと調子が、普通だけど、まあ大丈夫でしょうね。きっと他のバッター陣が、うん、いけるはずなんで、行きましょう。相手、広島、格上ですね。年代、あ、4番1年生、まあ、山本浩二なんじゃねえかなってちょっと思っちゃいますね。まさかっていう。どうなんだろう、ちょっと見ていくしかないですよね、こればっかりは。っていう。まあ、うん。今の俺たちなら多分ね、いけると思うんで。はい、行きましょう。一塁側、広島県代表、広島南高校。三塁側、栄光大学附属し、神奈川県代表、栄光大学附属し、湘南高校ですね。さあ、問題は、格上なのか、前評判 A、やっぱりね。分かってた。経験豊富なんですね。主に、行きましょう。格上なの分かってる。胸を借りるつもりで頑張りましょう。ミート多様積極の、まずはちょっと引っ張っていこうかな、徐々に。おっと！うわ、くそ、いい当たりしたんだけどな。まずはちょっと様子見でミート多様いきましょうか。よし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 、入れ、あとちょっとだったんだけど、強振だったら入ったかな。いいよ、長打。おー、すげえじゃん。やるね。さあ行きましょう。そして、あー、ゼロか、結局。あ、でもいいじゃん。うちのピッチャーも抑えて。チャンス。カーノいいね、今日。じゃあもう一回、はい、強振積極で。流してみよう。頑張れ、カーノ。おっと。よし、あー、どうだ、抜け、よし、抜けた、いいじゃん。よし、ノーアウトランナー満塁。これで上位打線3番に回すと。おっと、よし、じゃあ、よし、5点、よし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 、満塁が来た、満塁が来た。素晴らしい。一気に5点は嬉しい。頑張れ、カーノ。今日2打数2安打。うぃー。ワンアウトランナー2塁。長打が出れば絶対点数入るよ。よし、行った、抜けろ、来た、よし、カーノ超いいじゃん。マジかよ。イエーイ、6点差。あれ、いけんじゃない。格上にもこの点差はなかなか取れるもんじゃないよ。いいじゃないですか。ちょっとピッチャーもしっかり、いいね、ネイリーもしっかり抑えてるしね。いいんじゃないですか、これ。頑張れ。よし、行ったんじゃない、行った、いけ、あ、惜しい、あとちょっとだった。くそー、伸びが足りなかったけど、1点獲得、7点差です。なんだ、牛の打線怖すぎるんだけど。マジか、ちょっと、俺こんなチームを育ててきたのか、今考えたら。怖いな、そしたら。お任せで。4番に金本がいるってのもなかなか怖いでしょうね、しかも。さあ、頑張れ。どうだ、あー、ダメだったか、三振。これでもツーアウトなんだよな。で、内川でしょ金本いなくなっても内川がいるっていう、この安心感がすごいですよ、何か。いや、期待できるよ、彼なら。頑張れ。あー、ダメか、2者連続三振。ああ、やるな、うちの4番5番を三振で抑えるとは。おお、マジか。また2点取ってきた、うちのチーム。パネーな、おい。いや、これは嬉しいですよ。そりゃもう、だって、ねえ。こんなに活躍してくれるんじゃ、そりゃ楽。もう、見る側としても、僕、やる側としても本当にありがたいですわ。もう終わってしまう、もう今はだって、ねえ、9点差でしょ？全然、またチャンスでしょ？それで。パネーな、10点差行きましょうか、もう一気にこのまま。あ、ヒットエンドランかますか、じゃあ。いけ、ヒットエンドラン。失敗しました。あ、でも、OK、いいんで、いいんで。よし。結果、盗塁だからいいんで。さあ、そして、ここですよ。引っ張っていこうかな。引っ張ってけ。よし、おー、いいバッティング。頑張れ。よし、OK! あー、正面か、くそー、当たりは良かった。当たりは良かったんだよね。さあ、どうだ。あ、いきなりピンチ。でも、ツーアウトだから。1点取られても痛くは、そんなに痛くはないから、頑張って抑えてもらおうかな、ここは。あー、でもどうしよっかな。ちょっとピンチに弱いところあるけど、まあ大丈夫だろう。点差もあるし、油断さえしなければ。油断しないよ、頑張って。よし、オッケー。さあ、よし、オッケー。これ押さえたんでかいよ。1点も許さない。そういうピッチングいこうぜ。お、10点差。出ました、ついに1点。勝手に点数入ってくれる、そんな嬉しいことはないですよ。引っ張り。頑張れ、カーノ。いけ。よし、オッケー。あー、ダメだ。ショートゴロ。まあいや。あとはこの点差を守りきる。それが大事ですから。はい。王者0で抑えていいよ。一回ずつ点0で抑えていく。相手チームに0が入るとなんか安心しますよね、ちょっとだけ。強振積極、ヒットエンドランかまそう。いっと、マジか、
おおおおおおっしゃー、来た、ヒットエンドランでツーランホームラン、素晴らしい、来ました、12点差、前回、昨日の試合に引き続きかなりの点差がついております。はい、また熱い、来ますね。ただし今回はあんまり1年生は使いません。あの、できるだけ、2年生か。下級生はあんまり使わないように頑張ります。中山調子いいな、本当に。おっと、あ、フライか、フライだね。はいはいはい。いいよいいよ。本当にちょっとあの、相手格上なんで、多分隙つかれたら一気にやられると思うんですよ。だから隙を見せない。あ、本当に、頑張っていきましょう。富士頑張れ。おー、どうだ、よし、あー、抜け、ショートゴロ。ゲッツーか、と見せかけてセーフ。じゃない。あー、ダメか。意外とフィルダーシュースになってくれたらいいなと思ったんですけど。さあ行きましょう。威圧していくかな、じゃあ思いっきり。本堂。本堂も当たれば飛ぶ。頑張れ。うい。頑張れ。よし、おー、いいバッティング。すごい引っ張ったね、今。さあ頑張れ。よし、よし、行け。え、行くんじゃない、行くんじゃない、行くんじゃない、落ちろ、落ちろ。よし、長打交差いった。帰ってくるのか、これ。帰ってきはしないか。よーし、スタートランナー2、3塁。さらに点数を広げようとするね、うちの打線。ほんとすごいですよ。ネーリン、代打だな、代打。うん。念のため。で、柳田。はい、行きましょう。いや、で、代打で柳田出せるってどんだけ贅沢な打線なんだよって話ですよね。すごく思います。さあ行きましょう。思いっきり積極で、流し打ち。頑張れ。相手疲れてるからチャンスですよ。柳田行け。おー、どうだ。よし、お、落ちるか、落ちるか、落ちろ。フェア、フェア来た、フェア来た。よーし、いいよ、柳田いいよ、イェーイ、14点目。素晴らしい。なんだこれ。あ、ピッチャー交代、中田。なるほど、変えてきますね。さあ行きましょう。闘魂使っちゃおうかな、せっかくなんでね。ほい。パワーアップ。すげえな、ちょっと、やばいな、ちょっとこれ、なんかここまで点数取ってくれると本当に助かるんだよな、チームとして。おっと、おっと、これ抜ける、抜ける、いけ、よし、おー、フェンス直撃、いいね。はい、15対0。まだやるのかって話だよね。なんだ、なんだ、今日、超強力打線す、もう強力打線っていうレベルじゃないよね、これ。粘り打ち、ゲッツー崩し、強振でいこう。思いっきり、フルスイング。カーのいいからね、いこう。頑張れ。おっとー、これもまた、また長打コースか、これ。うわしゃいー。16対0。格上相手にこの点差ってなんだろう、これ、本当にあんじゃねえかな、今年。もしかしたら。雨宮、行きましょう。ちょっとこの明らかなもう実力差、実力差って言っちゃう、油断はできない。油断はしちゃいけない。たとえこんな点数があっても。そう、油断したら途端に負けるから。一気に相手が20点して、4本満塁ホームラン打たれるかもしれないから。これは油断しちゃいけないですよ。頑張ってこう。いけ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 。頑張れ。よし、あー、ダメか。はいはいはい。うい。アウト。はい。あ、でもよしよしよし。さあ、この点差抑えればいいんだよ。この点差で。あ、スタートランナー一塁。はい。戸川になってんだね。いいよ、戸川で。はい。じゃあ、抑えまーす。精密機械はまだ使えません。多分、9回で使うことになるかなと思いますね。おっしゃ、追い込んだ、いいよ。よし、オッケー、ナイス。素晴らしい。さあ、最後、9回の、まだチャンス続くんだ。まだやるっていう感じなんだけど、もう許してあげてって感じですよね。究極の思考発動。まあ、僕は許しませんけど。もう一気行こう。引っ張って、内川の打撃はどんなもんなのか見てもらおうぜ。おっと、これはどうだ、あー、さすがにちょっとフライだね。ちょっと上がりすぎましたね。当たりは良かったんだけど。やっぱ甲子園は広いなってちょっと思いますね。よく見たら中山満塁ホームラン打ってるんだよね。さあ行きましょう。で、引っ張り。頑張れ。16点差だから結構な。おっと、これゲッツーだな。まあいいやいいや、よし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 。オッケーオッケー。でもこれ裏を抑えればいいね。裏を抑えれば。頑張りましょう。ほい。一応せっかくなんで伝令使っておきましょうかね。助言、あ、違う、ここは、まず、ちょっと、褒め殺して、調子上げて、で、それで、あんまこれでスタミナ上げても仕方ないので、投手能力を上げて、で、さらに、柳田さんで、はい、投手能力さらに上げると。もう限界まで上げましたよ。さあ行きましょう。ここ大事で。で、これは、1打席だからまだ使いません。臭いところ攻めるよ。コントロール、今 S だから。伝令のおかげで。よっしゃ、サードゴロー。せっかくだからゼロで抑えましょうよ、この流れ。5番、引っ張り系。はい、内角へ。これ、ぶっちゃけヒット1本にもしか許してないんじゃない、それぐらいの気持ち。おー、タイファール。いや、今年はいいかもしれ、よっしゃ、真ん中スライダーいいね。いいスライダー持ってる。さあ、最後、抑えていきましょう。ここで使うよ、精密機械。もうコントロールこれ以上上がらないだろってぐらい上げてるけど、まあいいっすよね。はい、抑えます。いいね、ちょっと。おい。おっしゃ、セカンドゴロ、よーし。はい、勝ちました。
オッケー、行きましたよ。さあ、16対0ということで勝ちまして、2試合連続2桁打点って偉いチームだな、本当に。しかもこれ今回ほぼパーフェクトのチームに勝つだって考えたらすごいですよね。これはちょっと今年は期待できるんじゃないでしょうか。そんな期待を込めて皆さんで歌いましょう。栄光大学附属湘南高校校歌です。まさか効果の途中で動画が止まってしまうと思いませんでした。失礼いたしました。勝ちましたね。なんだかんだ6被安打で抑えたのは素晴らしい、そんなところですかね。勝ちました。いやもうこれはすごいよ。チャンスに上がった、いいじゃん、チャンス強くなった。満塁男本塁だ、いいね。あーすげえ登ってきた。あ、練馬球速159キロになりましたね。磯上もいいじゃん、140先。お、成長。あ、代打丸になりましたね、柳田。いいじゃん。あ、評判上がって、そろそろ名門校になってもいいだろうって感じだよね、評価だけで言ったら。おい、いいじゃん。マネージャー、あ、カーのタチがノリノリになった。なるほど。カーの、戸川は、あ、いいじゃん。中村、あ、いいじゃん。中山、いいね。で、練馬、あ、練馬、超ノリノリ。あ、本堂。いいじゃないですか、今回結構。ノリノリに感じが。よーし、じゃあ早速、じゃあ、スローイング、ちょっとや、青をして。青はしっかり踏んで、さらにテンション上げておきたいですね。どうしようかな。次、筋力トレーニング、総力練習。フリーバッティングでいいかな、とりあえず。岩見さん、今更やることもないけどね。あ、金本、何？関東の鉄人。まあそうだね、確かに。おっしゃる通りだ。その通りですよ、本当に。よいしょ、はい、もう一回。投げ込み。今更もう上げることももうギリギリですから。あ、読書いいじゃん。学力。あ、カーノ、何何？うい。伊達天。いいじゃん、かっこいい。すごいですね。さあ、じゃあ、明日の試合は、なにこれ、え、どこ、若桜東だよね、多分読み方はわかりませんが、まあ、とりあえず次回へ行きたいと思います。前評判 B 頑張っていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。